どこ行く？こっち？こっち？どこに合わせる？撮影してんで。はい、無事に切り離し終わりました。失敗しちゃった。いいんですよ。入りゃ。いやあ、このね、外人さんね、前行った時に。あなた TikTok がなんかやってるとか言われて、やってるよみたいな、あなたなんかそこで事故したやつも映してるみたいな、あ、そう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 、そう、もうそれ僕よ、ああ、なんでみんな他のところ映してるのに私のとこ映さない。なんで、なんでない、私とこのなんでない、どういうこと、どういうこと、俺なんか怒られてると思いながら、でようよう聞いたら映してくれと。あなた YouTube やってるんでしょ、映してくれと。あなた有名なんでしょみたいな言い方されて、いや有名ちゃうで、全然まだまだ鼻くそやで、
でもすごいじゃないあなた、動画見たよで、今日来てあれです。なんか母国語でなんか言ってはりましたけど、なんて言ってたか分からへんな。あれジャパンって言ってたから、多分日本で私は仕事をしているぜ的な、あれ なんていう言葉か分からへんけど、あの人らの言葉全く分からへんからあのなんかあそこの人ら映してくれ言ってましたよ最初。あれなんかなんで私のところないとか言うのは、あれなんか俺怒られるんかなと思ったら違いましたね。映せと。はーい、こんにちは言ってた。ちゃうかな、外人さん面と向かって落としたのまあ基本的にね、僕ね外人さんにはまあ結構仲良なってからやけど、仲良なってからはまああえて喋ったりいろいろして、まあ、仲良なって、まあ、一応まあ、まあ、これはね関西人のね悪しき風習なんでしょうけどね、もうねすぐタメ口になるよもう外人さんには特に、なんでか分からへんけど、あの敬語っていうものの方がね伝わりにくい時があるんだよね外人さんって。まあ人によりきりやろうけど、それがねあるんでね。さっき外人さんからもらったコーヒー D プライスって書いてるわ。これあれちゃう、あれやろ、大黒天物産やからラムーやろこれ。ゲロ甘いねんけど。ゲロ甘の割にコーヒーの味全然せえへん。もろといてボロクソ言うけど、入りたて豆しようってほんまかいやこれ。外人さんとね、喋ってなんやかんやしたいんですけどね、なかなかね難しいところがあるんで、これも出してええかどうか分かりませんけど、まあ、外人さんが落としてくれって言ってるからまあいいやろうね、分からへんけど。はい、まあそんなこんなで、まあ今ね、スクラップの引き上げに向かっております。快晴ですなぁ。そうそう、もうね、ちょっとね、動画の撮り方というか、まあ、編集というか、を変えようと思って、最初にまあバックなりなんなりの動画を、バックの動画やったらバックの動画なりを流した後でこうやって喋ろうかなと。あのこうやって喋るのが鬱陶しい人って多分少なからずおると思うんで、もう最初だけ見てもうたらまあそれでね、あの飛ばしたりせんでももう閉じたらいけるようにはしました。誰もお前の喋りなんか聞きたないねんって人絶対いてると思うんで、逆に僕思いますもん。多分僕が第三者で僕が喋ってるの見たらいらんねん、ピーチクパーチク。
まで綺麗に見えますな。これ映るかしら。向こうの方に海見えてんねんけど、わかるか。わからんな。まあね、こんな感じでやっていっておりますが、喋ることないっちゅうねん。さっきの外人さんぐらいしか喋ることないっちゅうねん。はい、じゃあね、とりあえず引き上げ向かって本日は以上となります。本日もご視聴ありがとうございました。バイ、はい。